はい、こんにちは、昭和の男でございます。今回昭和の隠れた名曲として取り上げたいのはピンクレディのマンデーモナリザクラブです。ピンクレディのはこれで3本目になりますが、前2本ですね、ご覧になってない方はぜひチャンネル登録していただいて、前の2本見てください。ということでですね、ピンクレディです。でね、私の小学校、2年生か3年生ぐらいの時ですね、ものすごいブームでした。当時を知っている方はね、もちろんね、理解できると思いますけど、本当にピンクレディってね、すごかったんですよ。で、まあ私の中でピンクレディってちょっとね、他の歌謡曲のアイドルの人たち、当時アイドルとは言われてなかったかもしれないんですけども、まあ若手の歌手とはちょっと違ったカテゴリーだったんですよね。言い方は変かもしれないですけど、私にとってはウルトラマン、仮面ライダーと同じ、女の子だったら、魔法使いチャッピーとかね、魔女っ子メイクちゃんと同じカテゴリーだったんじゃないかなと思うんですね。当時ね、歌謡曲で流行っていた、まあ若い人向けに流行っていたのは、そうですね、新御三家、野口五郎さんとか、西城秀樹さんとかですね、郷ひろみさん。で、まあ女性だったら、花の中三トリオ。まあ中三トリオ言っても、中三ではその頃はなかったと思うんですけど、山口百恵さん、森昌子さん、桜田淳子さんですね、を筆頭にですね、まあアイドル、と言われる人たちがいたんです。石野真子さんがね、ちょっと後に出てきて、多分ピンクレディと同世代だと思うんですけど、ね、こういう人たちが歌謡曲で人気だったんですけども、世代的に言うと、小学校のちょっと上の方から、まあ、そうですね、中学、高校、大学、この辺の方たちが聴く音楽だったと思うんです。だから小学校のね、まあ、2、3年生が聴くっていう感じではなかったと思うんです。もちろんテレビを見ていればね、出てくるんですけど、まあ歌の内容によってはですね、ちょっと暗くて理解できなかったり、内容がね、きつい恋愛の歌だったりすることもあるので、うちの親とかはね、歌謡番組を見るの、私が見るのをね、あまり心よく思ってなかったんです。私がね、小さい頃は。でも、ピンクレディは OK だよっていう感じだったんですよね。で、もうターゲットが明らかに子供の層から来てるので、まあ、振り付けがね、毎回決まってて、新曲が出るために誰かがね、それを早く覚えてクラスで披露するっていう風になってたと思います。もちろん子供だけに人気があったわけじゃないですけども、子供の層からずーっとね、まあ、どの辺まであったか、当時私は子供だったからわからないんですけど、まあ、上の人まで人気があったと思います。だから普通の歌謡曲の人よりもちょっと幅広かったんですね。ですんで、私にとってはちょっと、違うカテゴリーだった。ピンクレディというカテゴリーだったんです。で、歌番組とかはもちろんいっぱい出てたんですけど、自分のね、歌番組、ピンクレディの番組をこう持っていたので、走れピンクレディとかですね、まあそういうのをいっぱい持ってたので、なんか そこで見る人っていう感じで、あんまりね、歌謡界の人たちと一緒にいるっていう、イメージがあまりないんですよね。まあ、最初の頃は8時だよ練習後とかに出てたんですけど、なんかね、キャンディースとかは結構混じってるイメージあったんですけどね、こう、中3トリオとか、新御三家と。で、ピンクレディってなんかちょっと違うような、まあ世代もちょっと違うんでしょうか。なんか、ピンクレディっていうカテゴリーだったんですよ。はい。で、まあ、すっごい人気が出てきてね、ずっとチャート1位取ってたみたいですね。まあ、当時はチャートは私わかんないですけど、今見たらね、まあ、ペーパーケーブルは1位は取ってないみたいですけど、もう SOS がずっとね、オリコンで1位取ってきて、すごかったんですね。でもやっぱり、ブームはね、去っていくんです。サスポーはやっぱり頂点じゃなかったかなと思います。もう本当にね、もうどこ行ってもかかってるというような状態。最初はね、あ、かっこいい曲だなとね、小学生ながら思ってたんですけど、もう飽きちゃうぐらいもう出てたので、その後ね、ジパングとかモンスターとかバー、モンスターが先かなってこう出てたんですけど、ちょっとその辺になってくるとね、子供ながらにもちょっと飽きてきたかなっていう雰囲気はあったんです。で、これはね、今だって調べてわかるんですけど、やっぱりチャート的にもね、下がってたようですね。まあその中で、まあアメリカにね、進出したりして、あと紅白とかも辞退してですね、自分たちの、番組を紅白の裏でやるというですね、ちょっと派手な活動をしてしまうので、風当たりが
音楽業界の風当たり、マスコミとかの風当たりがピンクレディに対して強くなったりっていうのもあって、どん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 こう下がっていく人気がね、時に出てるのがこのマンデーモナリザクラブなんですよ。で、この曲は私タイトルは知ってたんですけども、実際に曲を聴いたことがなかったんです。本当数瞬間前に、あ、そうだ、マンデーモナリザクラブという曲を聴いてみようと思ってね、 YouTube で見たんですけども、かっこよくてびっくりしたんです。なんでこういう曲がもっともっとね、世間に認知されるようにこうプロモーションできなかったんだろうとね、びっくりしました。かっこいいんです。まだ見てない人ね、見てください。で、これこそピンクレディのなんかやりた音楽だったんだろうなと思います。ピンクレディってデビュー当時から結構デビューする前から、ディスコなソウルなサウンドの曲をね、歌いたかったみたいなんです。で、ペッパーケーブっていうのはね、そういう感じなんですね。詩はちょっとなんか子供っぽくはないんですけど、まあちょっとふざけた感じがあって、それが結構ハマってるんですけど、もうね、アレンジもね、こういいし、すごいかっこいい曲ですよね。で、SOS からちょっとなんかちょっと子供向けみたいにこうちょっとなっていく、子供向けっていうか子供でもね、理解して、で振り付けもこうね覚えやすいっていうか面白い振り付けになってきてって、ターゲットがこう子供に絞られていってるような気がするんです。で、悪友さんが言ってたんですけども、もう自分はスピルバーグの気持ちだったと、子供向けにねどんな曲を書こうと、次は UFO、 次はモンスターみたいな感じで、まあそれをやれば売れるっていうのがね分かっていたし、やっぱりピンクレディープロジェクトっていうのがあったので売らないといけない。で、そういう子供向けが当たるとやっぱりね売れるじゃないですか。で、他のね歌謡曲の人たちと違って、さっき言ったように子供の下の子供の層から上にガーッと広いので、やっぱりそれは売れますよね。で、そうなると、ピンクレディのやりたかった音楽とは乖離してきたと思うんです。ただ、2人はね言えなかったみたいですね、周りの人たちに、もっとこういう曲が歌いたいっていうのを、もう忙しくてそれをこなすので精一杯だったようです。で、それを見ていて、徳良俊一さんとか悪友さんは、これはちょっとねなんとかしないとっていう風になったようですね。で、2人のやりたい音楽っていうのは理解していたし、まあ音楽的にも成熟していっていたので、これはやっぱりマンデーモナリザクラブのような曲を書いた方がいいということで、2人に出したんですけども、2人もびっくりしたんですよね。そういう曲を歌いたいと言っていないのに理解してくれていたんだと、すごい感動したらしいんです。ですので、この曲はピンクレディにとってもすごい大切な曲なんですね。で、復帰の、まあピンクレディ何回かね解散してから復帰してるんですけど、そのコンサートで、1曲目でこれを歌ったらしくて、ファンの人たちもそういう思い分かっているので、すごい盛り上がったそうなんです。ただセールス的にはちょっと悲惨な感じだったですよね。オリコンチャートでは14位です。まあ14位ってね悪くはないと思うんです、全然。ただ上っていく時の14位と下がっていく時の14位って違いますよね。その前にたった 4日前かな、キスインザダークという曲を出しているんですけど、これはもうアメリカを中心とした世界のピンクレディのための曲、英語の曲だし、ディスコサウンドなので、まあ日本で受けるかどうかっていうのは計算に入れてない曲なんですよね。だからここのチャートはいいとして、まあアメリカではね、結構ね30何位かな、当時の日本人としては坂本九に続いての2番目ということで素晴らしい記録を残しているんですけども、日本ではねやっぱあんまり認知されてないです。まああんまりねこの曲を歌ってなかったと思うんですけども、その前っていうのは波乗りパイレーツという曲で、ここまではまあ10位以内のチャートに入ってたんですよ。だけどこの、マンデーモナリザクラブは最高14位ということで、やっぱりねこの辺で世間はもうピンクレディ離れが始まるわけです。で、ピンクレディはこの後アメリカに行って日本のプロモーションがほとんどできなくなってきて、で K の方もまあ結婚したい相手が出てきてですね、まあいろいろ誰って噂はありますけども、もう続けられないということでミーと話して解散になっていくんですけども、やっぱね、その中で出したこのマンデーモナリザクラブっていうのは、勢いがなかったんですよね。で、こういう曲を出すと人気が下がるっていう不安が、すごく周りのスタッフにもあったようなんですけども、まあね、出してよかったんじゃないかなと思います。ただ、出す時期がねちょっと悪かったのかな。もしこれを
そうですね。UFO とかサウスポーの後にですね、ボンと出していれば、ちょっと変わったかもしれないですね。まあもちろんその低い層のね、小学生とかにはもうちょっと受けない曲になりますけども、まあイメージ変えて、まあセールス下がってもですね、このディスコを聞くような年代に受けていれば、違ったピンク・レディの活躍もできたし、K も、まあちょっとね、もうちょっとやってみようかなっていう気持ちになっていたかもしれないですね。この曲やっぱセールス的に落ちてしまったので、やっぱりなっていう感覚はあったのかもしれません。で、その後、まあ何曲か出すんですけど、いい曲もあれば、まあそう、っていう曲も個人的にはあるんですね。ちょっと全部聞いたんですけども。でもディスコサウンドを続けていたっていう感じではないんです。まあ歌方とかちょっとディスコサウンドっぽいんですけど、もっとね、ディスコのサウンドをね、やっていけばよかったなと思います。で、このマンデーモナリザクラブは、阿久悠さんと都倉俊一さんがね、作っているんですよね。すごいですよね。こんなね、ディスコのね、サウンドでやられるっていうの。で、アレンジは外国人の方なんです。ただ、キスインザダークを除いて、アレンジ、誰これしてるんかなと思ってたんですよ。かっこいいなと、これ昔から思ってたんです。特にペッパー警部とか、サウスポーのですね、聞き飽きたといえば、言えども、あのアレンジかっこいいなと、子供ながらに思ってたんですけど、これ、都倉俊一さんがやられてたんですよね。すごいなと思います。で、まあ、キスインザダークは外国人の方がやられている。あ、キスインザダークってごめんなさい。マンデーモナリザクラブは、まあ、外国人の方がやられているんですけど、これもなかなかハマっててかっこいいんですよ。で、次の曲ですね。Do Your Best かな。この曲で阿久悠さんも離れてしまいます。で、その曲は作曲は都倉俊一さんなんですけど、都倉俊一さんもこの曲で離れます。で、まあ、最後の曲「O」っていう曲は、まあ、この2人のコンビでね、もう一回阿久悠さんと都倉俊一さんで書いてるんですけども、やっぱりちょっと離れていってしまって、ピンク・レディーの歌もちょっとなんか模索してるような感じですね。まあ子供向けの歌ではないんですけども、ちょっとね、テクノっぽい曲になったり、してるんですけども、あのままね、ディスコサウンドをね、こう続けていれば、ちょっと変わったかもしれない。それをね、そういうプロモーションをね、してくれてれば変わったかもしれないですね。マンデモナリザクラブ自体はディスコでこう流行らすっていう目標があったみたいで、これね、7分以上のバージョンが存在してるんですよね。12インチで非売品らしいですけど、まあなんかベストに入ってるみたいなんですけども、だからそういう方向性はあったみたいなんですけど、世の中にね、知られてないっていうのがね、非常にね、残念ですね。ほんとかっこいいんですよ。で、これ歌ってるピンクレディーもめちゃくちゃいいんですよね。踊りなんかも、なんか、もともと二人って、こう、バッチリ踊っ、こう、合わせてる踊りじゃないじゃないですか。ね、足の上げる高さが違ったり、こう、しゃがむ深さが違ったりしてるんですけど、まあ、リズムには合ってるんで、変だなとは思わないんですけど、子供ながらになんかね、みーちゃん足上げるのは、ケイちゃん高いなとかね、なんかいろいろ思っていたんですけども、このマンデーモナリザクラブもそうなんですけども、なんかね、逆にそれがいいんですよ。ディスコで2人の女性が踊ってるっていう感じ。その踊りもすごくセクシーな振り付けなんですね。だから子供にこの振り付けをやらすと、ちょっと親が怒るかもしれないみたいな感じのセクシーな振り付けなんですよ。だから明らかにもう振り付け、この振り付け、土井さんがやってるのかな、わかんないですけど、もうね、もうターゲットを変えたっていう感じですね。これね、見てない人はぜひ見てくださいね。めちゃくちゃかっこいいですから、はい。で、ピンク・レディー、今どうしてるのかなってね、ケイちゃんがなんか、何周年かでね、なんか、活躍してますけども、ちょっとね、調べたら、実は、この2人、2019年に、私知らなかったです。世間の方は知ってると思うんですけど、曲を出してるんですよね。妖怪ウォッチの、映画、妖怪学園 Y、猫はヒーローになれるかと、私全然アニメ見ないんで知らなかったんですけど、この曲ですね、テーマ曲ですね、メテオっていうのを歌ってるんですよね。びっくりした。活動してたんだと。
ツアーはやってないですけども、まあ CD 発売してるかどうかもわからないんですけど、動画上がってるんで見たんですけど、さすがピンクレディですね。なんかね、楽しみながら歌ってるようなのがね、わかるんですよね。すごいなぁと思って、皆さんもね、ぜひね、見てみてください。はい。で、まあ今日のおすすめは、まあマンデーモナリザクラブなんですけども、ぜひこちらもですね、鑑賞して踊ってみてください。はい、ということでですね、今日の動画はこれまでになります。面白かったなと思う方はいいねよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。あ、そうそうそう、1000人行きました、ありがとうございます。またね、これちょっと記念してなんか、わかんないですけど、なんか動画上げてもいいかなと思いますので、